パベル・ヨセフ・ベイバノフスキーは、ボヘミアの作曲家、トランペット奏者、合唱指揮者。1633年頃、チェコ東部モラビアのフクバルディに生まれる。1656年から1660年まで、トロッパウのイエズス会系神学校に学び、その地でハインリヒ・ビーバーと信仰を結ぶ。1664年にオロモーツの大司教。 カール・リヒテンシュタインイコール・カステルコルンの宮廷に施行し、クロミエジーズにおける夏の離宮において、1670年までビーバーが指揮者を務めた楽団で演奏する。ビーバーがザルツブルクに去った後は、ベイバノフスキーが後任に収まり、没年までその任に当たった。公式には屋外管楽器奏者として雇われていたため、宮廷学長としての称号を得てはいない。 ベイワノフスキーは、数カ国語を操り、貴重な蔵書を所有していた。1693年6月24日、クロムニエジー種、クロームニョリージュにて没する。今日までに、約100曲の作品が現存し、その内訳は、ミサ曲、モテット、オフフェルトリウム、バンカ、等、器楽曲である。現存作品の、約半数は、クロミエジーズ上の古文書保管書や、 プラハ国立博物館音楽部門に保存されている。還元楽曲は重層的な仕掛けが特徴的である。ベイバノフスキーの作曲様式はウィーンやベネツィアの正規バロック音楽の諸層を統合したものである。ベイバノフスキーの作品は新鮮な旋律進行と引き締まった楽曲構成、巧みな楽器法ゆえに魅力的である。ありがとうございます。